はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらのクリスマススペシャルガチャの第2弾を引いていきたいと思います。まあ、まさかね、第2弾があるとは思ってなかったんですけれども、結構きつくない？もう石使いまくってさ、結構12月、まあそういう時期でもあるんだけど、トータル的にさ、結構もうお金使っちゃってるんだよね。まあ、とりあえずはですね、バナーキャラ確定枠の40連目までは引いていきたいと思います。で、ピックアップキャラとしては、サンタ、サナ、あゆみちゃんと、復刻で渚ちゃんと、星空、星光くんの3キャラになってます。あ、あと、厳選40キャラか。そうか、見てなかったな。厳選40がどれ出てくるのかですね。なごみちゃんがいて、エミリちゃんがいて、アーサーはいますね。クネビアちゃん、ミクリアちゃん、シドレミちゃんもいて、ミサちゃんいて、みたいな感じか。シノノメくんとかいて、まあ、虹谷は普通に入ってますね。まあ、こういうところで虹谷抜かれると超困るんで、まあ、虹谷は多分毎回入ってきてると思います、厳選キャラには。モードくんもいて、キバとか、矢部田さんがなんで入ってるのかよくわかんねえんだけど、まあ、こんな感じか。で、ガチャを引く前にですね、そのクリスマスチケットがあるので、それを先に引いていこうと思います。で、まあさすがにね、銀は微妙なんで、金 と、プラチナ、この2種類を引いてから、まあ、クリスマスガチャの方を引いていきたいと思います。じゃあチケット金8枚ですね、まずこれを消化していきますと。もうそれクリスマスチケットって何出んの、それも大して確認してないんだけど、まあ、そもそもサンタ系のキャラは出るんだよね。サンタ系のキャラって立川以外使わないかな。まあ小村ちゃんは別として、あ、そうかそうか、こういうのって大丈夫博士と出てくるのか、すげえいいな。あ、しぐれちゃんと、え、なんだ、キバ妹もいるの、よくわかんねえ、よくわかんねえけど、まあ、PR 大丈夫博士と2つ入ってたのは結構でかいな。まあ、こんな感じでしたと。で、プラチナ、プラチナチケットは4枚なんで、これも一気に引いちゃいましょう。あれ、虹、あ、そうか、 PSR とかも来てるんだっけ。あ、キラーンが来てる。 PSR ってよくよく考えればさ、ゲドウくん、プラチナとかもさ、言っちゃえば PSR だからね。よし、大丈夫。あ、チアセッちゃんいたんだ、しかも俺持ってねえし。で、 PSR のみずきちゃん、サンタバージョン、なるほど。みずきちゃんも使わないからね、なんかそろそろまた別バージョンとかでさ、使えるみずきちゃんを出してほしいよね。野球マン2号も今更使うかって言われたら使わないから、まあいいや、こんな感じでしたと。まあ大丈夫博士像 PR が3枚手に入ったのは結構大きいかな。で、じゃあガチャの方に行きましょう。タンガチャ、まあ1回引いてから、まあ普通に、これバナーだっけ、まあ、大体初回はバナーだからね。うん、なぎさちゃん R からの、じゃあ10連目、ここは PR の、サンタ、サナちゃんで、 SR の出現率は2倍か。最近確定枠以外がマジで入ってねえからな。とりあえず入ってたね。1枚目ポーン、全然違う。1枚目ってちなみにどこだっけ、一番上、確定枠のサンタ、サナちゃん、これは、おお、来た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 。あれ、俺普通のサナちゃんっていくつだっけ、わからん。あ、そうそう、サンタ、サナちゃん金徳がね変わってるんで、ちょっと一回そっちも確認しましょう。一押しキャラ、カイドウかジャストフィットですね。でカイドウはまあ重いんですけれども、なんていうの、その実能力的に、まあ、つけたりすることはあるん でカイドウもね、なかなか誰から取ろうかなっていうのは悩むんで、その選択肢の一つとして入るのはまあいいと思いますと。では20連目に行きます。ここ何、普通の SR か。SR 枠厳選キャラか、そういえばお姉ちゃんいらない、俺お姉ちゃん PSR 持ってんだよな、い
いらんけど。で PR のサンタサナちゃんが2枚か。これはなかなかうまいね。で星空星光がもうプラゴなんで、まあ、もしね PSR が当たってくれればぶっ込むように取っとくっていうのもありかな。で、渚ちゃんが R3 枚か。 R はこれ今持ってる手持ちと合わせて確実にプラゴにはなるな。開放用に使っていきましょう。で30連目、ここがバナー SR ですね、まあ、引いていきますと。渚ちゃんも欲しいんだよね今やっぱり。もうちょっとね開放しておきたい。2枚、サンタサナちゃん、あれ先駆けくん俺持ってなかったんだ SR、まあ、先駆けくんはね PSR で覚醒が入ればかなり強いんですよね。俺アプリの方で覚醒バージョンの PSR 先駆けくん、まあレベルは普通にプラゼロの40ですけど、割と覚醒させて覚醒レベル上げて結構使ってますね。精神ボーナスがつくのがねかなりでかいよね。といってもまあアプリの方の話ではありますけど。じゃあ40連目に行きましょう。ほい、まあ、一応お目当てのものは全然出たんで1個。星空星光くんか。そうなると星空星光くんやっぱり PSR 欲しいよな、まあ、贅沢な悩みだけど限定キャラなんで。というような、感じでした。渚ちゃんがだから全然来なかったな。で今あといくつある俺、もう追いはしないですけどさすがに。またねこのパワーストーンも取っとかなきゃいけないし、っていうか1月1日ってそもそも何曜日とかだっけ。だいたいガチャの更新って月曜か木曜じゃないですか、このサクスペは。あ、火曜日か。え、12月31日にはさすがに来ないよね。1月1日に更新されるんだっけ。去年忘れちゃったな。さすがに年内にお正月ガチャが来ることはないと思うんで、やっぱ1月1日で、まあ、なんかプログラマーさんが入れとくのかな。1月1日になったらガチャ更新するよみたいなプログラムを組んでおくのかな。でそう考えると、年内もう1回だって更新されるよね。どう考えてもこれいつまで、12月27まででしょ。ってことは12月27以降もう1回更新されるはずだから、これだって12月25でしょ第1弾が。いやそこでまた何が来るかだよ。でまたなんかさ結構いいやつが来たら引かなきゃいけなくてお正月迎えると、きついね、きついっす。まあそんなわけで、ちょっと最後雑談入りましたけれども、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。